クリス。やはりこれからここで読んでいるのはタイムマシン。だからクリスが世界線を変える鍵に。何の用だ。あのね、これを読んでほしいの。パパ。パパ。仲間じゃ博士。パパが7年ぶりに連絡をくれて、会見を見に来いって言ってくれたでしょ。それがきっかけになったの。まさか、頭に浮かんだクリスの父親が。もしかしたらタイムマシンが作れるんじゃないかって。パパの意見を聞かせてほしいの。もしそれが認められたら、学会を追放されたパパのリベンジに。追放されたのではない。私の方が嫌気がさして見切りをつけたのだ。ごめん。悪くない内容だ。本当？私ね、パパさえ良ければそれを共同署名で発表してもいいと思ってるの。だってきっかけはパパが。バカなことを言うな。帰れ。この論文は私の名前で発表する。そんな、まさかパパ盗むの？そんなことだけはしない人だと思ってたのに。黙れ！よくも盗むなどと。なぜお前はそんなに優秀なのだ。娘が親より優秀でいい道理などない。お前さえいなければ私は優秀でいられたのだ。お前さえいなければ。お前さっきの、そういうことか。貴様ら、示し合わせて私の会見を台無しにしようとしていたんだな。そうか、そういうことか。パパ！守るんだ、クリスを。私を馬鹿にするな！おのれ！もうやめて、パパ！お願い！私に指図するな！貴様に何がわかる？私の気持ちが、私のこの屈辱が、地獄が。お前さえいなければ。やめろ。お前さえいなければ。やめろ。バカどもが、お前らにはふさわしい末路だ。ごめんなさい、巻き込んじゃって。どうして？父親だから。パパに認められたくて、それだけで。クリス、怖いよ。私、死にたくない、死にたくない、死に。クリス、クリス。